ポートウィリアムは東、フォークランド島の東海岸に位置する大きな入り江。フランス語の名称はショワスール湾。スペイン語の名称はプエルトグローサックというザナローズと呼ばれる水路でスタンディーハーバーとつながっている。ポートウィリアムの中にはいくつもの小湾があり、ジプシー工場を含むヨーク湾は継承地として知られ、ハーンデンウォーターは ニューレル側やウィアクリークの三角港として機能しており、さらにブランコアン、スパロー後部などがある。ポートウィリアムのすぐ北側には、キドニー島がある。カノーパス、ヒル、ポートスタンリー空港、ジプシー後部が位置している半島と、ネイビーポイントと称される、細長い岬によって、ポートウィリアムは、スタンリーハーバーから切り離されている。このような位置にあるため、ポートウィリアムは、 フォークランド諸島において最も交通量の多い水域であり、クルーズ客船、貨物船、軍艦なども頻繁に航行するが、イギリス空軍基地、マウント・プレザントとスタンリー空港の2空港が開港して以降は交通量は減少している。この水域は氷河の作用によって形成されたものである。フォークランド紛争の際には大量の機雷が設置された。 2012年10月24日、フォークランド諸島執行委員会の場で、フォークランド諸島立法会議の議員たちが、フォークランド諸島行政府の役員たちに、ポートウィリアムにおいて新たに推進が大きい港と、関連するインフラストラクチャー等を整備する、巨額の経費がかかる計画を推進するよう指示した。ありがとうございます。